行きましょうか、はい、ちょうどそこ曲がったシャッターに書いてる。あ、本当だ。気づかなかった謎のバンクシー誰が書いたんか知らんけど、すごい。 Google マップに載ってた。あ、そうなんですね。全然気づかなかった興味なし。そりゃそうや。待てるかな。ステイステイ。悲しいね。待ってね。待てよ待てよ。教頭先生が木が枯れてるてもでもあここにあったっていうのだけはもう枯れちゃったんや。そうか、すごいですね。でもミントのリンゴの木があったんですねすごいということで、ここはこれで終わり。めちゃくちゃオリコンに待ってますよ。どうする？制服着て帰ってきたらとか言ってました。
長谷川真知子先生。待ってたね、オリコン。あれ。私一番こっちの楽器してます。何あれ。チューバっていう。チューチューチュー。チュー。10キロぐらいある。マジで。え、音楽もしてるんです。中学の時吹奏楽部だったんで。で高校がよっと。すごいな、振れ幅。なんか持ってったパン、なんだラッキこれ鉄道発祥の地。全然興味
OK。